皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今日はですね、4月の中旬を過ぎまして、だいぶ暖かくはなってきたんですけれども、今年はですね、去年に比べると、ちょっと桜前線の到着が、うちはちょっと遅い感じですけれど、今見た感じ、この周辺の桜はこんな感じで、まだ満開まで行ってないですけども、八分から九分咲きっていう感じですかね。はい。というわけで、毎年春の恒例であります。はい。冬タイヤから夏タイヤへの交換やっていきたいと思います。はい。で、夏タイヤ、今入ってるのが、このハイフライっていう、メーカーの HP801 という、一応SUV 向けのタイヤになってるんですけど、これ買ったのが2017年の夏、7月だったか8月なんですけど、そこから1年くらい入って、溝が多分これ半分くらいですかね、もう。はい。摩耗はやっぱ結構早いです。はい。乗り心地はそんなに悪くないんですけど、ちょっと対摩耗性という観点ではちょっと摩耗が早いかなという感じですね。ですから今年夏シーズン入ったら終わっちゃいそうな感じですね。タイヤのナットを締めるときはその車によって、ナットの締めるトルクの強さ、締めつける強さですね、それは決まっているので、車の説明書の中には書いてあるかと思いますけど、それ以上の強さで、ナットを締めつけちゃうと、今度は中のこのあれですね、ボルトをこう思いっきり引っ張りような力が強く加わって、最悪そのボルトが破断しちゃう可能性もあるので、よく見かけますけど、レンチにこう足を乗せて体重かけて締めてる人いますけど、あれだともう完全なトルク過剰なんで、はい、そんなに思いっきり締めなくても大丈夫です。はい。でちなみにこのトルクレンチなんですけれども、これはね、はい、こちらに、トルクの設定の数字があるんですけど、ちょっと見づらいかもしれないですけどね、ここをこうねじることによってこの、トルクの強さを変えるんですけれども、エクストレイルでいうとだいたい108ニューロンメーターで、そのトルクでこれ正確に、締めることができるというトルクレンチになります。あれば便利ですけど、最悪その車載工具のこの L 字に曲がってるやつ、この工具でもね、十分規定トルクで締めることができるので、ここに足を乗せて締めちゃうなんてことはやめた方がいいと思います。はい。
はい、というわけで在庫管の方終わりました。できればまあ車も洗いたかったんですけど、まあ今日ちょっとこれから天気悪そうなんで、まあそのうちまた洗いたいと思います。じゃあとりあえず鳴らし運転の方行きましょうか。というわけで太陽交換終わったんですけども、去年と全く同じ日に今回も太陽交換したんですけども、去年は結構もう桜が散っちゃってるというか、まあ、葉桜の時期になってたんですけど、まあ、今年はちょうどほぼほぼ満開の日だったんですけども、まあ週末結構これ桜見物の方々の車が増えるんじゃないかと思うんですけども、まあ、あの隣町にはですね、まあ、日本三大桜の一つがあるんですけども、まあ、ちょうどですね、週末と満開の時期が重なっちゃってるので、まあ、もう土日は多分今週末はね結構道路混雑したりするんじゃないかなと思うんですけれども、まあ正直自分は羽織りだもんで、まあでも4月中はまだまだ雪の降る危険性があるので、まあ積もりはしないでしょうけども、まあ気温の差が割と大きいかなと思うので、まあ体調管理には皆さん気をつけていただきたいと思います。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。